皆さんこんにちは、ペソでございます。天道を続きやっていきましょう。この残虐部隊とりあえずね、敵部隊壊滅しました。よしよし、うん。で、急いでちょっと修復をしちゃいましょう。兵器メンバー編成して、よいしょ、承知いたした。でこれはね、今撤去させてます。タワーを防ぐべくはね、一番必要なのかもしれない。で、よくよく見るとね、武田さんのお米が今6万しかないんですよね。ということは、わざわざ出てきてうんちゃらかんちゃらっていうのはちょっとなさそうなんで、この間にちょっと辻ヶ崎館を攻めちゃおうかなという風な算段で考えております。で今内政というか防兵とかちょっとさせてますんで、ちょっと進行しましょうか。我が領内に敵が向かっております。我が領内に向かって敵が進軍中。まあこれはしょうがないね。光月の部隊ね、綱重さんとかどっから来てんの。こっちからかい。あ違う、柴田ではないね。まあ飛び地とかなんだろうけど、あおそらくここやね。まあここは車内か。まあこの2つはちょっと捨てましょう。我が領内に向かって敵が進軍中。半分以上。ああそういうことか。結構多い。ああ3部隊か4部隊か。4部隊ほどだね。あれ入れて。とりあえずちょっと順位に行きましょう。
防戦側なんで、桐山城もそうだよね。有田城ももっといらんね。我が領内に向かって敵が進軍中。誰？ああ、高千穂か。ほい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 。誰を返すの？あー、いい。雪森さんということはあれだね、山中さんだから、あの鹿之助さんのことでしょうね。まあ約20万あったらね、耐えれるとは思うんですけど。町並みを失いました。帰っていく？そういうわけじゃないね。ああ、まだ全然手前だ。行け。で、日だからもね、郵送、あ、これこれこれね。清洲の方の輸送が終われば、ああ入る入る。42485で、あとはもうマックスでいきましょう。
承知しました。まあこんな感じかな。25名か、意外と少なかったね。敵部隊壊滅しました。うん、抑えられるんじゃないの。敵部隊壊滅の領内に敵軍が勝利の中期が向かっております。天神山城か、今度はまた忙しくなるね。あ、しかもこっちから出るんだ、市場から出るんじゃなくて。うん、メインどころをちょっと移動させましょう。ああでも12万来てるからね、うん、そのまま入ってくれれば全然。なんかあれだね、3人しかいないのか、ほんでか。ああまあ逆に、うん、押し倒しても大丈夫そうですけどね。その前に、ん？あら、そうなんだ。あ、いっぱい関係のない捕虜さんが、ミブさんとかね。
承知しました。あ、これは後で道を作り変えましょう。はい、ではね、ちょっとまた5月入ってますんで、スカウトのちょっと確認と、徴兵等ね、また長くなりますんで、その辺させていただいてから、川の江城、そして、天神山城ですね、ここからちょっと迎撃部隊出してみたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。